小山城は、熊本県上松敷群馬敷町寺挟間にあった、日本の城。阿蘇市の一族である小山市の寄った城として知られる。南北朝時代の1344年に、小山松丸城として資料にその名が書出するが、その所在地は京都は異なり、戦国期に入って、現在の寺挟ま阿ざ城の本に築城されたと、推定される。飛行。 約25メートルの丘上で空堀跡と見られる遺構が現存する。城主の小山氏は時代によって前小山氏と後小山氏に分けて考えられ、両者の系府上のつながりには不明な点がある。当初は南朝方の城として幕府軍の攻撃を受け、1381年に今川領春によって攻略されている。 その後は変わって入部した北朝方の後小山氏が、阿蘇氏の権威を背景にこの地を収めた。1547年、小山忠久は、赤井城を新たに築いて移り、小山城には城代を置いた。1548年、菊池義武が、大友氏より自立を図って争った際には、阿蘇氏大友氏側の前線である木山城も、戦場となっている。 戦国時代末期になると、島津氏が南方より、九州全域の制圧に乗り出し、日後の諸城を攻略。小山城と赤井城は1585年9月、相次いで落城した。1587年、豊臣秀吉の九州征伐により島津氏が去った、あとは、日後南部を領有した、小西行長によって、市城の一つに位置づけられたが、 関ヶ原の戦いによって、小西氏は滅び木山城も、廃城となった。1982年の豪雨で城石の北側斜面が崩れ、被装車と副装品を収めた石棺が現れたことから、縄張りの一部塩粉が取り込まれていたことが判明し、城の本古墳と名付けられた。1992年より、木山城跡公園として整備が進められたところ、2005年に、 その工事現場より再び別の石棺が出土し、城の本2号分として報告された。ありがとうございます。